それじゃあ採点しちゃうからちょっと待っててね。ここは丸、丸っと。はあ、よりによって早苗が家庭教師かよ。だいたいこいつ、なんでこんなに勉強できんだ？あ、マサト、ここ違うよ。あ？ほらここ。ここの y は負荷ゼロにしかならないでしょ。y の最小値はマイナス18だから a イコール3になるわけ。わかってる？ん？お前、あんまりくっつくなよ。もしかして興奮しちゃった？じゃあ勉強も一区切りついたし。バーカ、いいから次の問題よこせよ。ちっ。おい、もうもっと素直になんなよ。昔からの付き合いなんだし、ちゃんと受け止めてあげるからさ。うざ、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